こんにちは、フォトグラファーの溝田由紀です。普段は旅先や日常で見つけた小さな情景としてさまざまなスナップを撮っているんですけれども、今回はテーブルフォトレッスンとして5回に分けてテーブルフォトについてお話ししたいと思います。1回目は初めてのテーブルフォト基礎編ということで、まだ撮ったことがないという方からも気軽に分かるような内容にしてますので、ぜひご覧ください。では早速写真の方を見ていただきたいと思います。テーブルフォトというのは言葉の通りに身の回りにあるものを気軽に撮るような写真になるんですけれども、最近で言うとネットオークションとか、そういったところで写真を撮られる方も多いと思うんですよね。でもネットオークションとかだといわゆる情報性を重視した商品として物としての正しさみたいなものを写真に撮りますけれども、テーブルフォトはどちらかというと雰囲気重視になります。では具体的に見ていただきます。このように英字の文字の上にアクセサリーを載せた写真ですけれども、こういう可愛い写真であったり、花を俯瞰して上からテーブルクロスの模様が見えるように撮ってみたり、あとは少し外の風景を入れながら器に入った花をみずみずしく撮るというふうに、いろいろ撮り方シンプルですけれども、あくまでもその雰囲気を重視した撮り方になっていきます。こちらは随分こう写真全体の色が、変わっているのがわかると思いますけれども、普段は見た目通りの色合いするためにホワイトバランスを選んでいますけれども、テーブルフォトの場合は特に雰囲気を重視した撮影になりますので、あえて可愛らしい色味にするために違うホワイトバランスを選んでみたり、そういう撮り方もします。ミニチュアのように小さく可愛らしく撮ってみたり、こちらの方はちょっとシックな雰囲気になってますけれども、露出を大きく変えることによって写真全体の雰囲気を、変えることもできたりします。こちらはとても大きくアップで撮っていますけれども、これもテーブルフォトの一つの撮り方になります。今見ていただいた通りに様々な撮り方ありますけども、シンプルに気軽に撮ることができるのはテーブルフォトです。まずはカメラの基本設定です。カメラの基本設定は、難しいことはないんですけれども、撮影モードは絞り優先モード、F 値は絞り優先モードなので自分で決めますけれども、だいたい 2.8 から 5.6 ぐらいを目安にしております。でそうすることによって背景のボケを生かした雰囲気のある写真が撮りやすくなります。相関度はもちろんその写真を撮る場所の明るさによって設定しますけれども、そういったところがまだ難しいという方はオートでも問題ありません。被写体自体が大きく動くわけではないので、被写体ブレーク心配もないので、基礎オートのままそのまま設定していただいて大丈夫です。ホワイトバランスは基本的にオートでいいと思います。例えば部屋の中で外光が入る、もしくはその部屋の中の蛍光灯だけで撮る、またそれが両方合わさったミックスコの場合でも、最近のカメラはオート機能が充実してますので、ホワイトバランスオートで、さっき見ていただいた写真のように少し違う雰囲気に変えたい、色味としての雰囲気を変えたいという場合は O と違うものを選んでいただいても OK です。仕上がり設定ですけれども、各メーカーによってピクチャーコントロールだったりカラーモードとかフィルムシミュレーションというように表現を変わりますけれども、仕上がり設定としてはスタンダード、ポートレート、ビビット、このあたりがおすすめになります。このあたりは自分の好みで選んでいただくのがいいと思います。テーブルフォトを撮る機材ですけれども、カメラ、標準ズームレンズ、単焦点レンズ、マクロレンズ、このあたりがおすすめです。焦点距離でいうと35ミリから70ミリぐらいが一番撮影しやすいと思います。カメラであれば普段皆さん買った時のキットレンズでもいいと思いますし、50ミリならこういう小さいマクロレンズありますし、単焦点レンズになるとレンズ自体も小さい、特に APS-C のカメラとか、あとマイクロフォーザーズを使っている方はすごく、コンパクトに撮影しやすくなりますし、あとはボケですね、ボケ感を大きく出したいという時はキットレンズよりも単焦点レンズの F 値の数字小さい
かで、その分だけボケを生かした表現もできます。望遠ズームと望遠レンズはテーブルフォトには向きません。なぜかというと、まあ、今回はつけては標準ズームレンズですけれども、望遠ズームもっと長くなりますね。なのでテーブルフォトは基本的に座ったままの状態で撮れる、もしくは少し立ち上がって撮るぐらいの距離感で撮りますので、望遠ズームもしくは望遠レンズになると、もともとその撮影最短距離、一番被写体に近づける距離が長くなりますので、すごく遠くに物がないといけないですし、例えばそれがお店とか違う場所で撮ったりすると怪しいです。テーブルの上で長いレンズを出していると違和感が出てくるので、まあ、こういった場面の、ね、シーンに合わせて使う機材としては望遠ズーム、望遠レンズは NG、 それ以外の標準ズームレンズ、単焦点レンズ、マクロレンズがおすすめです。ではまた写真の方を見ていただきます。この女の子の顔、目の方にピント合わせて、後ろの方にいる、ね、雑貨が並んでいます。でここでまず写真1枚撮りました。そしてもう1枚 F 字を変えて撮りました。見ていただくと分かる通りに、背景フォーカス合わせてるのは同じ場所なんですけれども、 F 字を変えると背景の雰囲気大きく変わりますよね。どちらがいいかというところで言うと、やはりボケ感がある方が被写体を中心とした周りの全体の雰囲気を表現することができますし、 F13 というふうに絞った方の写真だと、この場所がすごくいろいろな雑貨が並んでいる、そのちょっと雑多な感じというんですかね、そういう雰囲気が出てきますので、被写体をよりよく表現するということであれば、ボケ感を生かした方が向いているかなというふうに思います。その優先モードで撮るときは F 値を変える、そして F 値を変えるとどうなるのか見ていただいた通りですけれども、周りをね、 F 値小さくするとボケが大きく表現できて、 F 値11にすると写真全体がくっきりはっきりするので、その場面に応じて F 値をコントロールして撮るというのがテーブルフォトのコツになります。ピント合わせる場所は一番伝えたいポイントというところですけれども、撮影モード、もう F モードはオートフォーカスをシャッターボタン半押しして固定にする AF と S、 そして AF エリア、オートフォーカスを合わせるポイントは一つにしていただくのがおすすめです。カメラを買ったばかりの時はオートエリアになっていると思うんですけれども、例えばこちらの写真を見ていただくとおりに、一番上のマカロンも、しかもそのつなぎ目というかその真ん中のあたりをフォーカスを合わせるという時は、やはりオートエリアなんとなく全体に合わせるというよりも一点に、ね、しっかり合わせていただいた方がいいので、必ずオートフォーカスはシングルで合わせて撮るようにしてみてください。テーブルフォトを撮ったことがないという方は、まず構図をどうしようというふうに迷われると思うんですけれども、あまりこう深く考えず、被写体を目の前に置いて大きく撮るというところから始めていただければと思います。例えば横位置です。テーブルの上に、ここはお店でね、運ばれてきたハンバーガーをちょっとわざとパン粒もちゃんと落とした状態になっていて、マヨネーズとかソースがかかっているのがすごく美味しそうだったので、それがよく感じるようなアングルにして、で横位置で撮っています。そして同じ場所でカメラを縦位置にして撮りました。縦位置にすると奥にいろいろなものが入ってきますので、その時にそのコップとか他にあるお皿とか並べ方を少し工夫するとすっきり見えますので、まあ、横位置にする、縦位置にするというふうに両方撮っていただくのがいいと思います。テーブルフォトで使うレンズの選び方ですけれども、最初にお話ししたズームレンズ、単焦点レンズ、マイクロレンズ、どのレンズでもいいんですけれども、例えばテーブルの上に物を置いて、この単焦点レンズだったんですけど、一番近づいて撮れる距離で撮った写真がこちらです。でもこの状態だと周りの壁とかテーブルとかたくさんね、ちょっといろいろ映りすぎて、周りが広く映りすぎてしまうので、こういう時はマクロレンズを使うと、そう、ね、近づいて撮影最短距離が近い分だけ近づいて撮ることができますし、
促効果でよりボケも大きくなって雰囲気が高まる、そういう表現につながります。必ずしもね、マクロレンズでなければならないところはないんですけれども、自分のそのイメージに合わせた撮り方に合うレンズを選ぶというのがポイントになります。被写体の大きさ、もしくはそのワーキングディスタンス、被写体に対しての近づける距離感ですね、それに合わせて選んでみてください。ちょっとおしゃれなアフタヌーンティーに来ました。その時に撮った写真です。これは 50mm のマクロレンズ、ちょうど今持っているこちらのレンズ、今ちょっとついてるのとは違って、こちらのレンズの方で撮ったんですけれども、まずこの全体を俯瞰する、全体が分かるように上から撮りました。次です。このハイヒールのスイーツがとても可愛かったので、こちらを中心としてスイーツが周りにあるような、そういうイメージで撮りました。でもう一枚目、さらに近づいてアップで撮ってみました。このようにマクロレンズであれば、普通のそのいわゆる単焦点レンズのように離れて写真を撮ることもできますけれども、どんどん、ね、近づいて、やはり最短距離一番近いですので、どんどん近づくことによってさまざまな撮り方をすることができます。1回目のテーブルフォトの基本、いかがでしたでしょうか。とても簡単ですね。レンズも選び方も分かると思いますし、もう本当に普段皆さんね、ご飯を食べるときとか、何かこう買ってきてテーブルに並べたときに気軽に、ね、撮ることができるようなもの、それがテーブルフォトなので、これからちょっと探していただければと思います。大人はもっと遊んでいい。趣味も旅も大人がもっと楽しめる場所がある。毎日ワクワク、世界が広がるパスポート、クラブツーリズムパス。オンラインで楽しむ新サービス。クラブツーリズムパスなら、趣味の世界がぐーんと広がる。あなたも夢中になっちゃうことがある毎日を。写真、鉄道、歴史、釣り、マラソンなど多数のジャンルを揃えた趣味のオンライン講座、著名人などゲストを招いたオンライントークライブ、そして仲間や講師と楽しむオフ会まで趣味の世界が充実。クラブツーリズムパスなら好きな電子書籍がたっぷり読み放題。情報満載の旅行ガイドブックをはじめ、釣り、山、鉄道、歴史など多彩な趣味の雑誌まで、こだわりの電子書籍が200冊以上、嬉しい読み放題。クラブツーリズムパスなら多彩な旅行サービスが盛りだくさん。会員限定の特別ツアー、出発日が近い日帰りツアーが2000円引き、話題人気のツアーも先行予約で、ご本人の想定外の怪我や病気で国内ツアーをキャンセルされる場合、キャンセル料を免除するサポートもあり安心。こんなに盛りだくさんで月々わずか550円、スペシャルな毎日が始まるクラブツーリズムパスへようこそ。